じゃあ、私は先に行く。お待たせー。あれ、ハバネさんは？そう。ねえ、葵。ハバネさんってさ、私のことどう思ってるのかな。やっぱ嫌われてる？でも葵とは超仲良しだよね。だってさ、葵が今一番仲いい子ってハバネさんじゃん。涼子も飛び噂だけど、学校じゃほとんど話さないじゃん。ほら、別に行ってみただけかもね。はい？うぬぼれすぎって言いたいところだけど、それもあるかな。葵をハバネさんに取られちゃった気分。熱い子だね、葵は。うん、今ので元気出た。でもさ、やきもちと言われればその通りかもしれない。私、葵にやきもち焼いてんだ。だって私のハバネさん怪獣作戦は失敗したのに、葵とはあっさり仲良くなっちゃって、私って魅力ないのかな。葵には人を引きつける魅力があるのよ。なんつって。どうすりゃハバネさんと仲良くなれるんだろう。この壁際の荷物をどかせてくれ。うわぁ、なんだかよくわかんないものが山盛りだね。なにこれ、なんでこんなところに剣とか槍があるの。こっちにヌンチャクあるよ。できたわよ。よし、じゃあ電気を消してくれ。プロジェクターだ。
映画館みたい。葵くん、こっちへ来てくれ。だから飛ぶんだよ。これはフライトシミュレータだ。ゲームみたいなものだ。フライトを疑似体験できる。実際に飛ばなくても、操作方法やグライダーで飛ぶ感覚は、ある程度身につけられるはずだ。よくわかんないけど、なんだかすごそうね。市販のやつですか？いや、自分で作った。これは風ヶ浦の地形と我々のグライダーに特化したシミュレータだからな。やっぱすごいよこの人は。昨日のうちにデータは最新のものにしておいたから、よりリアルな感覚で飛べるはずだ。では、始めるぞ。操作を覚える前に、グライダーの動きについて説明するぞ。グライダーの運動は、縦軸、横軸、垂直軸。この3つの軸を回転する動きで説明できる。まずはローリング。次にピッチング。そして最後はヨーイング。この3つがグライダーの基本的な動きだ。わかるか？グライダーがどんなに複雑なマニューバーを描いてるように見えても、実はこの3つの動作の組み合わせによるものなんだ。だからパイロットはこの3つの動きを操作するだけでいい。じゃあ、それを踏まえた上で実際に操縦してみよう。これはコックピットから見た映像ですか？ああ、そうだ。離陸と着陸、特殊な状況を除いて、君が操作するものは2つ。操縦桿とラダーペダルだ。それぞれコントローラーに対応している。左のアナログスティックが操縦桿、 LR ボタンがラダーペダルだ。無茶をするとストールして墜落するから気をつけろ。操縦桿だが、これはさっき説明した3つのうち2つ、ローリングとピッチングを操作できる。左右に倒せばその方向に機体がロールする。
操縦桿を倒すとどうして機体が傾くの？いい質問だ。それは操縦桿でエルロンを操作しているからだ。エルロン？主翼についている補助翼のことだ。主翼の外側の後ろについていて、操縦桿を左に倒せば左翼のエルロンが上がり、右翼のエルロンが下がる。そうすると左翼の揚力は減少、逆に右翼の揚力は増大するから機体は左にバンク、つまり傾いて旋回をする。操縦桿を使ったもう一つの操作、ピッチングについてだが、ピッチングとは、要は機首を上げ下げする動きのことだ。操縦桿を後ろに引けば頭が上がり、前に倒せば下がる。下に向けると機体は下降していくが、その分速度が増す。これはどうやって操作しているの？またさっきのエルロン？いや違う、以前紙飛行機で実験しただろ。機体の上下の動きを制御していたのは、あ、水平尾翼。ピッチング、つまり上下の動きは水平尾翼についたエレベータという舵で操作する。通常機首を上げれば揚力は高まる。だが上げすぎると逆に揚力を失うことになる。気流が翼面に沿って流れることができなくなり剥離してしまうからだ。この現象をストールという。揚力を失うとどうなるかは説明するまでもないな。そうなったらもう落ちるしかないんですか？いや、立て直すことは可能だ。ストールはどんな時にも起こり得るから、ストールからの回復訓練はしっかり積んでおく必要がある。試しに一度落ちてみようか。臨界向かい角を超えた。ストールしたぞ。ゲームオーバーってと、まあこんな感じだ。訓練ではわざとストールやスピンを起こして、そこから回復する練習をするんだ。実際に空でやると怖いぞ。死ぬかと思うぞ。で、次はラダーペダル。これはラダーを操作するわけだが、ラダーとは日本語で方向だという。垂直尾翼についている。右を踏めば機首が右を向き、左を踏めば機首が左を向く。ヨーイングの動きを制御するんだ。横を向くの？でも曲がるときは主翼についてるエルロンを使うんでしょ？エルロンだけで旋回した場合、グライダーは正面を向いたまま
バンクした内側に滑っていくように移動することになる。どういうこと？前を向いたまま斜めに進むってことじゃない？そこで同時にラダーを操作してやり、旋回したい方向へ頭を向けてやるんだ。エルロンとラダー両方が必要と。そうだけど、それだけじゃまだ不十分だ。旋回中機体を傾けると揚力が減るので機体が大きく降下してしまう。なるべく高度を保ったまま旋回するには、操縦桿を横に倒しながら少しだけ後ろに引いてやる必要があるんだ。以上、飛んでいる時に必要な操作はこれだけだ。結構簡単なのね。そうだね。アクロバットでもしない限り難しい操作はほとんどない。グライダー乗りに必要なのは風を見つける能力なんだ。どこにどんな風が吹いているか、サーマルはどこにあるのか、そうして見つけた風に上手に乗ることができるかどうか。そんなところだな。ケーキ類の味方はおいおい覚えてもらうとして、まずは慣れることだな。あとはこっちのパソコンの画面で練習してみてくれ。何？何見てんの？しょうがないじゃん。胸が一番汗かくんだもん。これって女らしいってことじゃない？ガレージのエアコン弱くない？尻が漏れちゃうんだけど。ロボット部よりかはマシよ。あっちは人数多いからムシムシするのよね、汗で。さてと、私こっちだから。じゃあね。お？いいけど、なんで急に？ハバネさんはカップ派か。ボーナーアイスは途中で溶けてきて手がベタベタするから好きじゃないの。ねえ葵、シミュレーターどうだった？
どこがどう難しいの？エルロンもラダーもエレベーターも風を受けなきゃ効果ないもんね。気持ちよかった？なんていうか、すごいもどかしい感じだった。 3D のシューティングゲームに比べると圧倒的に爽快感がなかったわね。実際に飛ぶのとはやっぱり違うのかな。私も飛んでみたい。シミュレーターならやってみればいいんじゃない？いい、今は葵くんがやるべき時だから。じゃあ早いとこ翼を作って実際に飛べるようにしないとね。外れか。残念。気を使ってくれてありがとう。とぼけちゃって、私とハバネさんのために誘ってくれたんでしょ。いやあ、君たち。おお、ついに届いたのね。主翼を製作するための資材だ。外にまだあるから運ぶのを手伝ってくれないか？発泡スチロールだ。型を作るのに使う。型翼の長さは約8メートル。その型を取るんだからかなりの量必要になるのよ。それが完成すれば飛べるようになるのよね。じゃあ早く作りましょう。
で作るから多分特殊な機材はほとんどいらないと思う。広さ的にも問題ないんじゃないかな。ですよね、天音先輩。うん、前もここで作ったしな。強化プラスチックのことだ。主翼を作るための素材になる。プラスチックなんかで割れちゃったりしないの？それは大丈夫。ちゃんと作ればね。いいな、ちゃんと作ったのにな。FRP ってすっごい頑丈なの。プラスチックにガラス繊維を混ぜて強度を上げたものなんだけど、考え方は鉄筋コンクリートと同じかな。ほら、あれってコンクリートの中に鉄筋を通すじゃない。コンクリートは硬いけど引っ張られたり曲げられたりする力に弱いの。鉄筋を通すことでその弱点を補ってるわけ。 FRP も同じで、硬いけど弾性率が低いプラスチックにガラス繊維を混ぜることで強化するの。どうして鉄やアルミじゃなくその FRP っていうのを使うの？いくつか利点があるんだけど、多分グライダー製作には最も適した素材なんじゃないかな。そうだな、現在グライダーの素材としては FRP がメジャーだ。強度はもちろんのこと、プラスチックなので金属で作るよりも軽量化できる。加工が簡単でコストも安め、後から補修もできるし腐食もしない。ちなみに FRP は意外と身近なものにも使われてるのよ。車のバンパーや漁船の船体などがそうだな。公園のスワンボートとか、あとあれ、ケンタの店先に立ってるカーネルおじさん。おじさんと同じ素材でグライダーもできてるのか。そうね、簡単に説明すると、まず型を作るでしょ、翼の。それに FRP の素材を塗っていくんだけど、まずはこっちの このガラスマットを敷くのね。これがさっき言ったガラス繊維。その上から樹脂を塗り、またガラスマットを敷いて、また塗ってって繰り返すの。あとはそれが固まるのを待って取り外して。ううん、まだよ。表面をピカピカに磨いて塗装すれば完成。簡単そうね。今説明したのはあくまでかいつまんでだからね。実際はもっと手順が多い。これだけ大きなものを作るとなると、普通のやり方じゃ通用しない場面も出てくる。まあ一個ずつ進めていきましょう。先輩、設計図見せてもらっていいですか？ここは分割して後から接合するしかなさそうですね。しかしそうすると重量の問題が出てくる。あまり重くすると。先輩、主翼作りなんですけど私に任せてもらえませんか？
うん、構わないぞ。私がやるよりいいだろうからな。ありがとうございます、ハバネさん。何かしら。ハバネさんも手伝ってね。もちろん、そのつもりよ。葵はいいや。手が足りない時だけで、シミュレータの方を優先して。おお、任された。じゃあ教えた通りやってみよっか。まず発泡スチロールで型を作るけど、ポリエステル樹脂が発泡スチロールを溶かすから先に上からコーティング。先にガラスマットを敷いて、その上からポリエステル樹脂をローラーでコロコロと。ああ、ダメダメ。もっとしっかり塗り込まないと。いや、やってるわよ。隅っこの方はハケを使って。樹脂をつけすぎないで。わかってるわよ。うるさいな。気泡が残ってると空洞ができて、そこだけ強度が弱くなっちゃう。そしたら、また折れちゃうんだから。旋回中、ラダーの操舵量が少なかったりタイミングが遅いと打ち滑りを起こす。逆にラダーを使いすぎたりタイミングが早いと外滑りする。打ち滑りも外滑りも相対風に対してグライダーの向きがずれるから揚力の低下が発生してしまう。旋回中はそうでなくても揚力が低下するから、打ち滑りや外滑りをするとかなりの高度をロスすることに。失礼します。やあ副会長。こんにちは望月先輩。それからこんにちは水瀬君。ちゃんと活動なさっているようですね。ああ、まるで部活のようだろ。ところで何か用かい？少し様子を見に来たんです。あの時は状況が状況だったので。ええ、見ればわかるわ。人よしそうな顔してるわね。悪人ではなさそうだけど、油断ならないわ。いえ、何でも。
少し見せてもらってもいいかしら。あかりさん、どうぞどうぞ。こんなもんでどうかしら。うん、いいんじゃないかな。これは FRP ね。何を作っているの？お皿よ。お皿？練習してるんです。グライダーの翼を作るんですけど、いきなり本番じゃ失敗したとき困るんで。あとはこれが固まるのを待つのよね。そしたら磨いて色を塗って。ハバネさん、使い終わったローラーやハケはすぐ洗い流した方がいいわ。樹脂が固まってしまうと使えなくなってしまうから。そうだった。それから硬化剤を混ぜた樹脂は温度が高いほど固まりやすいから、容器はなるべく日陰か涼しい場所に置くといいわ。主翼作りは長丁場になるから、そういうことも考えておかないといけないんだね。うまくいっているようですね。ああ、ところで、実はもう一つ要件があるんです。副部長を決めていただけないでしょうか。ええ、望月先輩はとても有能な方ですが、お一人では手が回らない場合もあるでしょう。そんな時、どなたかいていただいた方がこちらとしても助かります。非常に。わかった。決めておくよ。助かります。やはりこの水瀬葵が選ばれてしまうのかしら。かな子さんの話では人望はあるようだし、行動力にも富んでいる。ルックスも悪くは。って何を考えているの私は。見てないわ。自意識過剰よ、水瀬くん。私はソアリング部の活動状況を見ていただけです。では私はこれで。あっ、もう何よこの段ボール。さあ、葵に気があるんじゃない？うん？お？だから副会長は葵くんのことをずっと見てたのか。やっぱり見てたんだ。これはあるね。あいつ、ちょっと赤くなってない？だね。あかりさん、綺麗だもん。
しようかな。誰かやりたい人はいるかい？なんとなく。わかった。もう首長ずらしてる。あれは意外にやる気満々だね。葵くんでいいと思うんだけどな。なきゃいけないのか。もっと残って作業できればいいのに。そしたら早く完成して早く飛べるのにな。明日は今日試しに作ったお皿の仕上げをしつつ、主翼の片作りに入ろう。いよいよ本番ってわけね。焦ってまた折れちゃったら困るから、慎重に作業を進めましょう。ええ。ところで葵、あかりさんのことどう思ってるの？そうだった、部活終わったら問い詰めなきゃって思ってたのよ。いいから聞かせなさいよ。そうだそうだ。あー、待ちなさい。なんでごまかすか。ガラスクロスってどう違うの？大きさかな。他になんか違いあったっけ？クロスの方が薄いけど繊維が長いから引っ張り強度が強くなるんじゃなかったかしら。そっかそっか。マットの方が曲面になじませやすいから、ややこしい形のものを作るときはこっちなんじゃないの？じゃあ主翼を作るときはガラスクロスの方が適しているのね。大きいし平らだし強くしないといけないから。そういうこと。おい、水瀬、女子ばっか見てんなよ。しかし、お前すごいよな。
転校してきていきなりあのハバネさんと仲良くなっちゃってさ。望月先輩ともお近づきになったんだろう。たまたまね。言っとくがな、俺たちはそれも羨ましいんだよ。なんだよ幼馴染って。俺もスワリング部に入ろっかな。嘘つけ、なんだよ独り占めかよ。チキショウ、そっとよ、そーっと剥がしてね。もう、はよし、取れた。見て見て、ほら。やったね。私のとはえらい違いだな。問題ないわ。接合部は厚く積層するし、むしろ強度は強くなるはずよ。これを磨いて色を塗るのね。全部できて接合したらね。完成はまだまだ先か。表面に離型剤が付着してるから、それをきれいに剥がしてやらないと塗装のノリが悪くなるのよ。うん、上出来。当たり前よ、何せこの私があんなに頑張ったんだもん。本当にきれいにできてるな。
おーい、葵くん。珍しいな、一人かい？そういえば、二人でいる時も会話が弾んでいるみたいだ。主に君が話題の中心だな。知りたいか？これか。昨日久しぶりに家に帰ったからな。父の仕事の手伝いをしてきた。発明家だ。小鳥たちじゃないが、最近私も楽しい。部活だよ。みんなすごい。アゲハには作る才能があるな。機転が利くし知識も豊富だ。小鳥は根気があるし熱心だ。誰よりも飛びたいって思っている。葵くんはあの子らをうまくまとめてくれている。シミュレータではもう私より上手に飛べるしな。だろうか。君たちが来てからいつも賑やかだ。イスカがいた頃に戻ったみたいだ。早くテストフライトがしたいな。ジース。ウィース。さんならロボット部の子に呼ばれて出てったわよ。呼びに来た子が深刻そうな顔してたわ。ただいま。ちょっと困ったことになってね。本当は喜ぶべきことなんだけど。あ、でも先輩たちの気持ち考えるとそうもいかないか。しばらくの間ロボット部に専念しなきゃならなくなった。え、それどういうこと？先輩、少しの間お休みさせていただくことってできますか？それはいいが。早ければ夏休み入ってすぐだけど、遅いとお盆くらいまでかな。ロボットコンクールの予選だな。
私ら下級生チームは補欠だから出場する予定はなかったんですけど、先輩チームのロボットに問題があったらしくて、今からじゃ間に合わないから急遽繰り上げってことになっちゃったんです。作りはどうなるのよ。直接作業してる時間はないかな。ロボット部終わってから顔出すから、作業は羽羽さんにお願いできないかな。無理よ、私一人じゃ。うん、お願い。ほんとごめんね。それじゃあ私またすぐ行かなきゃだから。あの子、勝手なことばっか言って。でも、せっかくいい感じだったのに。え、ああ、うん、それでいいと思う。そうしよう。はい、終了。シャーペン OK。 寄り道せずまっすぐ帰れよ。明日も試験はあるんだからな。アゲハどうだった？まあまあかな。私ダメだった。明日の英語に全てを託すわ。私はその英語がダメだから。ん？うん、ちょっと用事あるんだ。葵は？そう。アゲハ、何してんの？ごめん、先行ってて。何？葵。おう、明日もテスト頑張るぜ。一緒に帰らないのかよ。よくねえよ、お前ら最近ずっと一緒だったじゃねえか。気持ち悪いくらいベッベタベタしてよ。してた、してました。なんとか部がどうとかって言ってさ。はあ、誰がお前らなんかと。ピッピー、だいたいおかしいと思ってたんだよ。だってお前昔アゲハに告白して振られただろ。アゲハから聞いた。なのにまたつるんだりして、恋愛経験豊富な俺に言わせりゃそれは不自然ってもんだ。
知らない、何も聞いてないから。じゃあな。私、何にも聞いてないから、聞いてないことについて聞かれても答えようがないから。受けてない。葵くん、姫木さんのことだけど。さっき廊下で話してたでしょ。あの子何か言ってた？姫木さん、私たちのこと避けてない？ここにも来ないし。かしら。ねえ、やっぱりあの話。来なくなっちゃうかもね。すまない。でも、もし辞める気なら、早いとこ行ってほしいわね。また部員探さないといけないんだから。お前ら、ここで何してる？
あいつ。今は試験中だぞ。部活動は禁止だって知らんのか？知ってます。だから部活してたわけじゃありません。何？だってムカつくんだもん。お前らか、ソワリング部の新入部員ってのは。悪いことは言わん。こんな部やめておけ。なんで知って？何かに打ち込みたいならロボット部に入ればいい。生徒を指導するのが教師の務めだ。姫木にもそう言っておいた。やっぱりあいつ姫木さんを脅したのよ。許せない。しばらく考えると言ってたな。まあよほどのバカじゃない限り答えは一つだろう。これでもあいつには目をかけてるんだ。うちの部員の中じゃ優秀な方だからな。あの子は辞めたりしないわ。だってあんなに一生懸命頑張ってたんだもの。だからだ。どうせ真剣に打ち込むなら将来性がある方がいい。こんなどこも目指してないようなクラブじゃなくな。それにな、もうやるだけ無駄なんだよ。ソワリング部はこの夏で廃部だ。そうだったな、望月。それは部員が私一人だったからではないでしょうか。今はこの通り葵くんや小鳥たちがいますので。約束は約束だ。必ず守ってもらうぞ。どういうことなの、あまねちゃん。飛び岡先生が約束の中身を誤解しているんじゃないかな。廃部というのは約束を果たした結果生じる副産物であって。その約束って。私はこの夏で引退するんだ。あまねちゃんってこの先もずっとここにいるんじゃなかったの？私は本来留年できる年数を過ぎて学校にとどまっている。学校側からの特別な許可を得てのことだ。その代わりにいくつかの約束を交わした。その一つが今年の夏で部活を引退し春には卒業するというものだ。引退して卒業。さっきも言った通りそんな約束はしていない。飛岡先生の思い違いだ。この何年かずっと一人でやってきた。新しい部員が入ることもなく。だから学校側は私の引退と同時にソワリング部を廃部にするつもりでいたんだろう。
悪いもない。学校側が許してくれないだろうし、これは父との約束でもあるんだ。だからそれまでに。それまでにここへ行きたいんだ。みんなが来てくれて、もしかしたらって思い始めてた。今度こそ届くかもしれないって。どうしたの？あーちゃんならコンビニに行くって出てったよ。携帯にかけてみれば？ふひひ、テスト勉強頑張ってる自分にご褒美あげないとね。ご褒美といえばハーゲンダッチのクッキー&クリーム、いただきまーす。あ、葵、いきなり声かけないでよ。溶けちゃうじゃん。それにこうやって外で食べるのが贅沢なんだよ。葵も一口食べる？はーい、あーん。クッキー&クリーム&アゲハちゃん関節キス味。少しは照れやがれ。これだから幼馴染ってやつは。んで、あんた何してんの？こんなとこで。明日の試験勉強やんなくていいの？わざわざうち行ったんだ。いいよ。ああ、その話か。別に。掛け持ちが校則で禁止されてるわけでもなし、気にすることないと思うよ。まあでもちょっと誤算はあったかな。ソアリング部には天音先輩がいるから、私は遠巻きに見ながらちょっとお手伝いするだけで大丈夫なんじゃないかなって思ってたんだよね。まさかね、あそこまで不器用とは。そんな天音先輩もなんか可愛くて好きだけど。やっぱそうなっちゃうのかな。困るな。どっちか選べって言われてもさ。ん？どう
っちを？だよね。ねえ、覚えてる？秘密基地国家。あれ、楽しかったよね。風ヶ浦の下敷き。似てるんだよね。ソワリング部のガレージの雰囲気が。最近やたらと楽しいんだよね。楽しすぎてついうっかり夢中になっちゃうくらい。でもロボット部も好きで入ったんだし、今回コンクールに出られるのはすごく嬉しいことなんだよ。出られなくなった先輩たちの分もやれるだけのことはしておきたい。それが私のけじめってやつかな。うん、コンクールが終わったらやめるつもり。いいのいいの、ロボット作るのは楽しかったけど、今はグライダーが楽しくてしょうがないんだな。あまね先輩と一緒にものづくりができるのはすごい刺激だし。そうだよ、あんたももっと感激しなさい。何それ？あまね先輩が引退？だって超留年してずっと続けてきたんだよ。これからだってきっと。マネ先輩、引退しちゃうのか。ああ、溶けちゃった。
じゃあ次は葵の番。葵が自分のこと話すの。葵はどうして自転車やめちゃったの？自転車部なくたって趣味で続けることはできるでしょ？なのに全然乗ってないよね、自転車。この前のレースで事故したのと関係があるの？レースの結果くらいネットで調べられるよ。私、あんちゃんから葵のレースのこと聞いて見に行けなかったのすんごい悔しくてさ、表彰台に上がったんでしょ。だからずっとネットで見てたの、葵のレース結果。事故があったのも、葵がリタイアしたのも、そこに書いてあった。で、どうして辞めちゃったの？ねえ、どうして？やっぱり、そうなんだ。どうして言ってくれなかったの？みっともなくないよ。ふーん、かっこいい。うん。だってハバネさんには見せたんでしょ？みっともないところ。半分当てずっぽ。でもやっぱ話してたんだ。出てないよ。元体育会系の水瀬葵くん。ハバネさんを思いとどまらせるために大親友の私にも言えないようなことを打ち明けたと。ねえ葵、ハバネさんと付き合ってるの？いっつも一緒にいるし、そう見えなくもないんだけど、もし付き合ってるのに秘密にされてるんだったら、なんか気まずいし、引け目感じちゃって言いづらいから、ソアリング部やめちゃおっかな。じゃあ好きなの？声が裏返った。怪しい。じゃあハバネさんとはただのお友達だと。今
一番仲のいい、ね。あーあー、私が葵の一等親友だったのは、もう過去の話か。わかってないなあ。私にとっちゃ、葵の一番の親友であることは、とても特別なことなの。だって、小さい頃からそうだったんだから。一番かそうじゃないかは大きいよ。一番なら、怪我のことも話してくれてたよ、きっと。間接キスで照れない奴が何を言うかね。もしかして、女扱いされてませんか？いっそ付き合っちゃえばいいのに。そしたら、私が一番の親友に返り咲き。はいよ。ハバネさん、怒ってたんじゃない？私が急にこんなことになって。嘘、本当に？それは生で聞きたかったな。あの、アマネ先輩が？ありがとう。話があるんだけど、この後ちょっと用事があってね。ううん、ちょっちラブレターもらっちゃってね。その返事しなきゃいけないの。いいねいいね、その顔。幼馴染が他の誰かに取られちゃうって心配になった？ちっ私の気持ちも分かったろ。さーて、それは話を聞いてみないと。ありゃりゃ、意外と私愛されてる？待たせたわね。ううん、今来たとこ。なんちゃって。びっくりしたよ。朝来たら机の中にラブレターが入ってるんだもん。ラブレター？あれ違うの？私告白されちゃうと思ってドキドキして待ってたんだけど。そうよ。マジ？姫木さんが私のこと嫌ってるのは知ってる。は？私のこと目障りだって言うなら出ていくわ。だからお願い、ソワリング部をやめないで。はい？何言ってんですか？アマネちゃんが大変なの。あのトビオカっていうムカつく先生と約束してて、この夏で部活を引退しちゃうのよ。だからそれまでに飛べるようにならなきゃいけない。ううん、飛べるだけじゃダメよ。あの雲の上まで行けるようにしないと。そのためにはあなたの力が必要なの。私なんていてもいなくても一緒だけど、あなたは違う。
姫木さんがいないと翼が完成しない、飛べない。あまねちゃんはずっと頑張ってきたのよ、イスカとの約束を果たすために。それが何なのかいまいちよくわかんないけど、けどでも、とにかくあまねちゃんが飛べないのはかわいそうでしょって言ってんの。いや、そこで私に逆ギレされても。もし私が目障りなんだったら今すぐ辞める、いなくなる、学校だって辞めちゃってもいい。その代わりスワリング部に残ってほしいの。ハバネさん、お願い。やだ。なんでよ。だって私ハバネさんのこと嫌いじゃないもん。そりゃまあ時々ムカつく。私が残るとハバネさんが辞めるって言うなら、そんなのお断りよ。じゃあどうすりゃいいのよ。ハバネさんは残って翼を作る、私はそのお手伝いをする。だからそれができないから困ってんでしょ。ハバネさんこそ私のこと嫌い？目障りだって思ってる？思ってないわ、そんなの。そりゃ時々うざ。なんでもない。今うざいって言おうとしたね。してない。私あなたのこと前ほど嫌いじゃないわ。今は好きよ。私ってほら素直じゃないでしょ。ないのよ素直じゃ。そういう時はチョップしていいから、痛くないと覚えないから。私いや、しろって言うから。素直じゃないとき、なんでもないときにチョップするのは暴力。OK、覚えた。この町で育った連中はみんな暴力的なのかしら。で、なんだっけ？ソアリング部の話。そっかそっか、じゃあ行こっか。え、どこへ？みんなのところ。ちょっとした提案があるんだ。チース！チース！オース、相棒！どうしたんだ、アゲハ。ロボット部に行かなくていいのか？その前に、ちょっとお話ししたいことがあって。さあ、提案が通ったら。あまね先輩、引退の話聞きました。時間がもうないんですよね。うん。けど私は先日お話しした通り、しばらくロボット部に専念しなくちゃいけません。今日から大会出場に向けて最後の仕上げにかかるので、部活延長届で作業できる20時ギリギリまで多分毎日残らなきゃいけないと思います。それじゃロボット部が終わった後にこっちに顔出すこともできないじゃない。そこで提案があります。合宿をしましょう。合宿？そうです、合宿。ここでよ、決まってるじゃない。ここに泊まり込んで作業するの？実際にここで寝泊まりする必要はないわ。生徒会に届け出をするだけでいい。学校に残り放題。私が来られるのは20時以降になるけど十分よ。あんたらほんと好きだね。ずー、夏休みが潰れるって文句言うところよ。夏休みなんて宿題くらいしかやることないもん。
ですって。先輩どうですか？ああいいと思う。でも君はそれでいいのか？ん？だって掛け持ちする君の負担が一番大きくなる。それなら私も葵の考えに一票かな。好きなこといっぺんにできるんですもん。ちょっとくらいしんどくたってへっちゃらです。じゃあ決まりね。早速生徒会に合宿の届けを出しに行きましょう。ああそうだな。ついでに副部長の届けも出すか。そんなの葵くんで。私はハバネさんがいいと思うな。え？ちょっとちょっと、なんでそうなるのよ。ほら、私は所詮掛け持ちの身だし。はい、多数決取ります。ハバネさんがいいと思う人。やだ、ダメだって。私なんか一番役に立ってないし、一人じゃ何もできないし。それでいいんじゃないか。翼を持たぬ人が空を飛ぼうというんだ。現代においてもそれは途方もない話だよ。そんな時一番必要になるのは技術や才能ではなく情熱だと思う。空を飛びたいという思いでみんなを引っ張っていくものが副部長になるべきだ。それ、あまねちゃんの役目じゃないの？だって部長はあまねちゃんなんだもん。まあまあ、もう決まったことだし。雑用押し付けてるだけでしょ？行ってくる。さてと、私もロボット部に行くかな。ん？いいのいいの、好きでやってることだもん。何が？ああ、すっごい告白されちゃった。私のこと好きなんだって。いやー熱い子だよあの子は。私嫌いじゃないんだな、そういうの。うん、ありがとう。それじゃ行ってくる。